収まります。スタートしました。今日のメインレース第3回石垣マイラーズです。内から3番ハナレイが行きます。さらに1番アーバンキッド、外から10番ルバンです。さらには12番アルサトワ、内から2番スーパーフェザー、8番のコスモカルナック、ここまで1段、3馬身後ろに中段位置、6番強兵、これから1コーナー入ります。後方にかけまして4番ブレイニーラン、11番インテンスライト、ブラックバゴ、内を進んで7番マウントゴールドです。ゴールまで1200を通過していきました。先頭からしんがりまでは 14,5 馬身で2コーナーから向こう上面です。3番ハナレイ先頭リード、体半分、2番手10番ルバンです。残り 1000m 通過、1馬身差12番アルサトは3番手、1番のアーバンキッド、2番スーパーフェザー、外コスモカルナック、内 5番のソロフレーズです。あと3馬身切れまして6番の強兵、また4馬身切れまして4番のブレニーラン800を通過、11番のインテンスライト、3馬身差後方に9番ブラックバゴ、3馬身差7番マウントゴールド最後方で第3コーナー入ります。600を通過、先頭3番ハナレイです。外なんでルバン今度は先頭に変わるか、その外目から上がっていきましたのが5番のソロフレーズです。ソロフレーズ先頭、2番手ルバン、内を進んでハナレイ3番手、1馬身差、その外目からアバンキッド400を切ります。その外目からはアルサトは4コーナーから直線構成、先頭5番ソロフレーズ、リード2馬身、2番手ですが内10番のルバンです。1番のアーバンキッド3番手から2番手上がってくる、後方ですが強兵、200を通過して前の争いは1番アーバンキッド、アーバンキッド先頭か、内盛り返すルバン、間に5番のソロフレーズ、3頭の争いとなっている、内からルバン、外1番アーバンキッド、アーバンキッドルバン、アーバンキッドルバン、2頭並んでゴリ、2頭の争い、6番の強兵3番手でした。さあどうでしょう。